イスラエルの敗北。この2年間バイデン政権の中東外交というのはことごとく破壊してきました。イスラム革命防衛隊の航空宇宙部隊が新たな防衛システムと無人攻撃機を今回公開しました。このタイミングで公開したんですよ。ガザですよ、ガザ。この戦争に参戦するのかどうか。こんにちは、カズです。越境 3.0 ということで今日も始まりました。越境 3.0 チャンネル。本日もどうぞよろしくお願いします。まずはセミナーのご案内からです。世界で起きているリアルを学べ、最新の中東情勢、12月の2日の土曜日、茨城県の水戸で開催いたします。こちら、私の本、日本人の知らないアゼルバイジャンを抽選で何名かの方にプレゼントいたします。そちらもお楽しみにぜひご参加ください。水戸、茨城近辺の方、皆さんお待ちしております。そして、ドルと原油と世界経済、混迷の世界情勢を読み解く2023最新バージョン、宇都宮開催です。12月の9日土曜日、為替アナリストちょいアル先生と一緒に宇都宮の方に伺います。宇都宮、栃木の皆さんぜひご参加ください。そしてウェブセミナーです。米国は中東情勢はウクライナ情勢はどうなる、2024年世界情勢はこう変わるということで、12月の6日ウェブセミナーオンラインで行います。こちらオンラインですので日本全国世界各地どこからでも参加できますので、ぜひ皆さんの参加をお待ちしております。夜8時からです。そして続いて12月の10日日曜日、神戸開催です。混迷の中東情勢、こちらも私の本日本人の知らないアゼルバイジャンを抽選で何名かの方にプレゼントいたします。神戸の皆さん、関西近辺の皆さん、ぜひご参加ください。そしてこちら、私とマックス・フォン・シュアーさんのコラボレーションセミナーです。初のコラボとなります。第3次世界大戦は始まっているということで、12月の19日火曜日19時からオンラインで開催いたします。マックスさんとのコラボセミナーは初めての試みですので、ぜひお楽しみに参加ください。皆さんの参加をお待ちしております。そしてドルと原油と世界経済の横浜開催、12月の23日土曜日、為替アナリストちょいアル先生と一緒に横浜の方に伺います。横浜、神奈川近辺の皆さん、ぜひご参加ください。そして年明け一発目のセミナーが1月の13日土曜日、北海道北見での開催です。ドルと原油と世界経済の北見開催、こちらちょいアル先生と一緒に北見の方に伺います。北海道の北見、女満別、網走、知床、そして道東の皆さんで、そして北海道の皆さんで、そして道外の皆さんの参加もお待ちしております。冬の北見は最高です。大好きですので僕も楽しみにしています。北見の皆さん、ぜひお楽しみに待っていてください。ということで、日本全国あちこちで越境 3.0 のセミナー講演会を開催しております。越境 3.0 チャンネルの視聴者の皆さんとお会いして、直接いろんな質問を受け付けたりとか、皆さんと一緒に写真撮影とか、名刺交換とか、そういった形で皆さんと一緒に、コミュニケーションを取ってまいりたいと思います。皆さんとお会いできるのを僕もとっても楽しみにしておりますので、ぜひお近くの方はご参加ください。詳細と参加申し込みは概要欄のリンクの方からどうぞよろしくお願いします。そして本日のテーマは、イスラエルの政治的敗北かということでお話をお届けしたいと思います。昨日も動画をお届けしましたけれども、国際社会の圧力が非常にイスラエルに対して強まってきております。イスラエルからしてみれば非常に逆風が吹いてるわけですけれども、これ軍事的な力、軍事力で考えると、まあ、ハマスを、まあ、かなり格段に上回る軍事力を持ってイスラエルの今戦争を行っているわけですけれども、まあでもこの軍事力の差、まあその面で言うとイスラエルは圧倒的に強いんですけれども、実際にガザで被害に遭っている、まあ、人数とか、まあ、そういった被害者の数を考えると、まあ、イスラエル側がかなり圧倒しているという面はあるんですけれども、それがでも国際社会での、まあ、強い非難に変わってきているわけですよね。まあ、何の罪もない民間人が、まあ、多数、まあ、1万人以上も殺害されているということで、国際社会のイスラエルに対する非難、圧力というのが日に日に強まってきております。でそんな中で実質のところイスラエルの政治的敗北なのではないかという、まあ、そういったお話です。今日はまずはこちらのニュースから。イランのハーメネイ氏、イスラエルがハマス戦争で失敗したのは事実と語ると。こちら11月19日、中東メディアアルモニターのニュース記事です。イランの最高指導者アリー・ハーメネイ氏は、首都テヘランで日曜日に、イスラエルがハマスとの戦争で敗北を喫して、それは事実であると述べていると。そのハーメネイ氏の演説なんですけれども、一部抜粋しますと、ガザで前進して病院や人々の家に入るのは勝利ではないと。勝利は相手を倒すことを意味するからだ。イスラエルはガザへの大規模な爆撃にもかかわらず、ハマスを壊滅させるという宣言目標の達成に失敗している。ガザにおけるシオニスト政権の敗北は、これは事実であると。
この無能さはイスラエルを支持するアメリカと西側諸国の無能さを反映していると。実際ハマスを財政的軍事的に支援しているイランは10月7日の攻撃を大成功と称賛しているわけですけれども、現在のところイランの直接の関与は、これに関しては否定をしているわけですね。イランは直接関与はしていないけど、10月7日のハマスの攻撃は成功であると。で、このアリ・ハーメネイ氏が言ってるのは、イスラエルの敗北、言ってみれば政治的敗北なんですけれども、これ確かに政治的敗北ですよね。昨日の動画でもお伝えしましたけど、現在アラブ連盟とイスラム協力機構の57カ国がイスラエルとアメリカへの強い共同非難声明を出しました。この共同声明の内容は、イスラエルによるガザ地区への報復攻撃は戦争犯罪であり、悲惨な影響を生むことについて警告する。またイスラエルがこの侵略をやめず、国連が国際法の執行によって侵略を終わらすことができないということで、戦争が拡大する危険についても警告する。西側諸国と国連を非難して、その中でも特にアメリカの立ち位置について強い非難声明を出しているわけですね。アメリカは偽善、二重基準、中東への無理解で、ウクライナで民間人を殺したロシアを非難しながらも、ガザで同じことをしているイスラエルを全て容認していると。これ57カ国全ての意見が一致したという共同非難声明ですから、イスラエルとアメリカはある意味イスラム世界全体を敵に回したと言ってもいいんじゃないかなと思います。このチャンネルでも前々からお伝えしてきたアメリカの孤立化が際立っていると。この2年間バイデン政権の中東外交というのはこの地域の安定をもうことごとく破壊してきました。まず就任早々、バイデン政権の就任早々ね、サウジアラビアを敵視するところから始まってるんですよ。サウジアラビアを世界ののけものにすると、バイデンさんは言いましたね。これは人権問題と環境問題をマニフェストに掲げた、バイデンにとってはサウジが真っ先に目の敵にされるわけですよ。で、例えばジャマル・カショギさん殺害事件に関してもムハンマド・ビン・サルマン皇太子を影の黒幕だと言って、無実の判決が出た後もしつこくもすっぽんのように追及してましたね。で、そして当時サウジアラビアと敵対関係にあったイランへの融和政策、これはイラン核合意を復帰を宣言したり、そしてオペックの石油価格決定に介入したり、で、しかもその介入理由というのはバイデン自身の自分の中間選挙対策、石油を増産してくれという圧力をかけに、もうこれもはや提案ではなくて圧力ですね。その圧力をかけにサウジアラビアにバイデンが行った直後、オペックは減産したんですよね。で、それを主導したサウジアラビアに報復するなんていう発言を、バイデン政権は、そういった発言をしたりとか、サウジアラビアに武器の禁輸を示唆したりとかね。とにかく、バイデンが引っかき回したものってのがいっぱいあるんですよ。で、そして今回、アリー・ハーメネイ氏が演説をした場所が、首都テヘランにあるイスラム革命防衛隊の航空宇宙センターなんですが、これ実は演説とはまた別の目的があって、彼はここで演説をしたんですよね。イスラム革命防衛隊の航空宇宙部隊が新たな防衛システムと無人攻撃機を今回公開しました。で、それの視察ということで今回ハーメネイ氏はここを訪れてるんですけれども、今回イランが発表した最新無人攻撃機の名前がガザという名前の無人攻撃機、ガザの名前が記された無人機なんですよ。イスラム革命防衛隊は6月に発表された超音速ミサイルファッタの最新改良版ファッタ2もね、今回同時に公開したんですね。このタイミングで公開したんですよ。イラン政府は1979年のイスラム革命以降、全アラブ諸国同様パレスチナの大義という考えのもとで、パレスチナ支援を外交政策の中心に添えてきたんですよね。で、ハーメネイ氏はイスラエルが何千人もの子供たちを何の躊躇もなく殺害したのはシオニストが自らを優れた民族であると考えているためであり、これは容認できないと、今回の演説でも述べてるわけです。で、そして今回発表された最新無人攻撃機の名称がガザですよ。ガザ。ガザに対する思い入れ、パレスチナに対する思い入れというのが、この新たな、無人攻撃機に、込められてるんじゃないかなと思うんですけども、これはイランがこの戦争に参戦するのかどうかという、そんな気配さえ感じるわけですけれども、それに関しては今回アリハメネ氏は触れてはいません。ハマス支援はするけれども、イスラエルのイラン直接参戦は、
まあ、慎重な姿勢を見せているという、まあ、そういった感じなんですが、まあ、とにかくイスラエルに対しての強い非難声明というのは、まあ、次から次へと、まあ、この中東アラブ諸国で、まあ、出てきているということですね。まあ、基本的に今の状態というのはイスラエルの政治的敗北とも言えるんではないでしょうか。このイランとイスラエルの問題、そしてパレスチナの問題、この越境 3.0 チャンネルでも、まあ、前々から、まあ、強い警鐘を鳴らし続けてきました。これはいずれ大きな戦争になると。第三次世界大戦とか、まあ、エゼキエル戦争とか、まあ、そういったキーワードで、まあ、これまでの出来事、いろんなことを解説しています。こちら過去の再生リスト、イランとイスラエルの方からぜひ過去の動画もご覧ください。越境 3.0 チャンネルではこういった世界の情報をお届けしております。毎日夜8時に更新しています。世界の情報をもっと知りたいなと思った方はぜひチャンネル登録いただけると嬉しいです。本日も最後までご覧いただいてありがとうございました。せーの、 Here we go!世界とつながりたいあなた、待ってます。